治インフォメーション。今治市は来月一次試験が行われる市職員採用試験 B 日程の志願者を募集しています。応募方法はインターネットのみで、締め切りは今月17日です。受験資格は上級の行政事務と技術が平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人、資格免許職の管理栄養士と保健師、それに保育士が必要な資格や免許を持つことが条件です。試験日時は一次試験が来月14日日曜日で、三次試験の合格発表は9月中旬となっています。民間企業など経験者枠での募集も行っています。今治市の未来を担う意欲とチャレンジ精神を持つ皆さんの応募を待っています。 FC 今治、次のホーム戦は今月16日日曜日、相模原を迎え撃ちます。